こんにちは、歌一郎です。今回もデリバースマーズの続きをやっていきたいと思います。前回は、ストリームポイントの、パズルみたいなのがまた出てきて、ちょっとその段階では、どうやってやっていったらいいのかっていう糸口が見えずに終わってしまってます。なので、ちょっとセーブのポイントが、どこになってたかわかんないんですけど、また、最初からその部分やり直しって感じかもしれないです。はい。じゃあ、とりあえずやってみようかなと、思います。で、また、あまりにもわかんなかったら、YouTube とかで、先行してやってる人のやつを見ようかなと思ったりもしています。はい、じゃあよろしくお願いします。どこだ、あ、ここからか。ここを開けたいんだよね。入って、そこで、ビデオを再生したいんだと思うんだけど、あれ、ここでスキャンしてたっけ。居室の空き待ちリストがすごいことになっていた。中には個室を手に入れられるまでに数年待ちという人もいた。それまでは皆同室だったってことになるのかなと。あ、ジャンプしちゃった。あれですね、なかなか厳しいっすね。この辺は違う。こんなとこあったっけ。あ、あったんだ。ここは一番最初にこういうやりとりがあったんですね。エース君が、もしかして、違うな。この子が遮るってわけではないのかな、このストリームを。そういうことではないか。そういうことじゃないんだね。何かできるわけではないのかな。なんでエースは入れたんだろう。違うね。これはあくまでも中に入らなければ何もできないもんね。普通に考えれば、あそこの、このレーザーというか、これを操作しなきゃいけないよね。待って、エース君が、エースじゃないか。この子の名前、毎回忘れてしまうんだけど、ここから出てるやつを、出ちゃった。これを持って、これを置くかずらすしかできないのか。ここがちょっとわかんないね、全然。これだと普通に元のままだもんね。何か他にできるんかな。わからんね。この中に彼がいるままになっちゃうわね、こうするとね。
とりあえず出て、やっぱ上に登ってなんかするしかないんだろうな。そうだよね、ここの階で特になんかできることはないよね。あれ、あ、とりあえず上に行くかね。これさっきのやつだろ。こっちに来てて、もうここを普通に正攻法で開けるしかないんだろうな。とりあえず、あれ、これは上、あ、いけるけど、上に行き、で、ここに入って、多分ここに入るのかな。あ、入って、あれ。これもなんか使いそうなんだけど、どうやって使うんだろうね。反対側から、多分あの正面のところからこっちに向かって撃つのかな。ねえ、きっとそうだよね。でも今の状態でこれをなんかできるわけではないと。拾ったとしても、ん？そうだよね、これここに置くしかないし、現時点ではこれは何もできん。何もできんので、ちょっと一周ジョギングしましょうかね。なんだろうこれ。これ初めて見たか。ん？あ、見たね。見たか。あー、これ見たね。これは見ました。見たけど、特に、今のパズルに影響はなし。関係なかったよね。関係ないね。この辺。ん？パソコン置きっぱなし。あれ？あれ、ここさっき見たところだよね。何か足りない。何が足りないんだろうね。ってことはきっと近くにあるんだろうね。これの、ここは何かしら、さっきのところ、関わってくるんだと思うけど、この真下にもなんかあるってことか。そこまでは前回も見てたんだよね、きっと。ちょっと降りるかね。で、それがこれか。これだよね。ここに入りたいね。あ、あれ？これはなんだっけ？ここも前回来てたのかな？
ここまでは来てたのかな。ここまで、あ、あれ？ここまでは見たんだっけ。ちょっと待ってよ。これ何？ここにあるやつ。あ、これか。あ、そっか、ここまではやったんだっけ。ここまではやったのかな？インタラクト。あれ？ここ開いたね。あ、でも、あっち側がまた開かないとダメだってことだね。そうだよね。待って、じゃあこれを暗号解読。で、この子は？どっち方向かな？こうか。あれ、でも。こうで、あれ、あれ、これはどうしたらいいんだろう。上にあるやつどうしたらいいのかな。反対からん。あ、上がクリアできた。待って、あ、こうか。できたできた。それなら彼に承認させなさい。そうそう、ここまでは来たんだ。やめてくれ。まだ始まったばかり。ASE のハッキング、医療等を襲って囚人を解放、正気を失ったとしか言いようがない。アークラボスからこちらを切り離したのはマッカーサーよ。そもそもなぜね、マッカーサーの代わりに交渉しに来たの。友人として来たんだ。だから頼む、話を聞いてくれ。話を聞くのも話し合いももう終わり。アウトワードに賛同し、ここで行きたい人はどうする。君たちのセキュリティ ASE が銃を向けてる人々をどうする気だ。私たちは今日出ていくわ。アーク船に乗ってね。協力する気があるならパノプティコンへ行ってラボスを再起動するように。パノプティコン、マッカーサーに伝えなさい。板挟みですね、パパ。どうして、どうしてみんなこんなことに。一緒にあんなに頑張ってきたのに、それがどうして。どうしてなんだろうね。そしてここを切断して、対面のとこにつなげるまではやったんだよな、前回も。んで、ここ内部じゃないもんね、きっとやるのは。ここなのか、こっちなのかっていう。まずこっちだとしたら、あそこがちょっとオーバースペックなんだよね。一個、ピンクのやつがついちゃってるから、出力オーバーなんですよね。で、こっちだとしたら、こっちも二つ出力オーバーになっちゃうんだよね。そういうことだよね。んで、最終的にはここに入りたいんだけど、待って、一回上にやってみようか、もう一回。そうすると、そうすると、あそこは開くはずなんだよな。よし。下がって。登って、
あの遮るやつで、ここを一個、ん？あれ待てよ。いろいろ拾って、ん？あれどこだ？ん？あれ、あ、違う違う。これでここが開いたね。ここが開いて、え、ここが開くとどうなる？ここが開くと、この遮るやつだけ持ってけばいいのかな。待って、あ、持っていけない。待って、どうしたらいいんだろう。ここに、持っていけないのかな。あ、無理か。置いて、じゃあこれの意味って何？何？っていうか、なんでピッケル持ってんの？俺が分からんね。ピッケルここで使う？使わないよな。そうだよ、前回もここで詰まっちゃったんだよね。あっちから、来て、ここにこの子が立ってるでしょ、キャシーが。ほんで、ああ、持っていけないよね。無理だよね。ちょっと待って、これ今ここにいても何もできないな。やっぱり一回この状態で下にもう一回降りて、何ができる、これで下に来て何かできるかな。やっぱり一回下に向けて、打ち直してみるか。こいつをこっちに当てるでしょ。そうすると上はまあ閉まっちゃうんだけど、でこっちには2つオーバーな、ストリームが来るでしょ。ほんで、あ、これでここ開いてたりしないのか。あ、そうだね、だから、あ、でも違うな、ここ移動できないもんな。待って、この子がまず入って、拾う、でもね、拾っちゃう。結局それじゃ何もなんないんだよな。ちょっと待ってよ。こっちは1個足んないんだよね。足んないんだよ。これどうしたらいいの？
さらに他の階から持ってくるのか。いやー、そんなことないよね。こっち、ここでなんかできるかな。今撃ってるところからなんか持ってこれるものあったっけ。ないよね。なんかある。こっち行ってみよう。やっぱ同じとこで詰まったままになっちゃうね。2つ来ちゃってて、なんかあるかな。こっち違うもんね。ここ行けないもんね。なんか変な形になってる。違うわ。違うな。この子がこっち行くわけじゃないよね。こっち行っても。入れないし。こんなに下来ちゃうと途切れちゃうね、きっとね。ここさっき灰出てきたとこだよね。あの二人まだここにいる。あ、こんなとこまで通信が届くんだね。しかし、通信切れちゃった。通信が切れた。待って、今どこにいるの？私はどこにいるんでしょうか。カタカタ鳴ってる。うわ、完全、なんだ、バグってる。キャシーのところにいるのだが、あれ動かなくなっちゃってんの。あれ、ああ、いたいた、大丈夫だ。ちょっとこれどうしたらいいんだろうな。この2つ、上の、さらに上の階からなんかできたりするのか。いやー、でも違うね、きっと。ちょっと一回、別のとこで見てきます。なので、でもそっか。ちょっと一旦、別のウィンドウで見てきますね。今、
見てきたやつで、ちょっと待ってよ。これで今これが1個足んないですね。それがどうなるんだ。よいしょ。これを動かすことによって、ん？あ、違うな。もうちょっと手前方向。違うな。どこだろう。あ、違う。これこうじゃないね。なんでさっきなんでできてたんだ。違う。あ、そっかそっか。この今遮ってるやつを避けて置くってことね。分かったぞ。分かった分かった。待って、拾う。もうちょっとこっち。え、置けないかな。今一瞬、待って。ここか。あれ？あ、違う、待って。わ、来た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 。そういうことか。待ってよ。ほんで、あれ？待って。この子が出てくると。あ、待って、待って。あ、そっか。出てきて、ほんで、あ、あれ、こっちか。はいはいはい。ほんで、これが不要になるので、ん？そういうことだよね。これが不要になるから持っていけると。ほうほう。ほんで、ん？これでもう持ってっちゃっていいのかな。ここに置くでしょ。置く。うん。で、もう一個。待てよ、これが。あれ、ダメなのか。やっぱりこれは打ち続けなきゃいけなくて。まあ、でも、待って、これで上にやると、どうなる？ん？あ、違う。そうするとあそこが開いて、でもそれだとさっきと一緒な気がすんだよな。一緒じゃない？もう一回行ってみるか。で、この子が入るでしょ。入り、でもやっぱこれが必要なんだよね。これが必要で、
ぱりダメか。あ、そっか、わかったわかったわかったぞ。これはここにもう置いといて、わかったわかった、あ、これ置いた状態で、よ、あれ置いた状態でさっきのやつを手前に置いてあげるんだ。よし、わかったぞ。うわー、もうなんか手ごわいな。だからこれをこっち側に置いてやればってことだよね。そういうことだね。よし、これで、この状態で1個足りなくなってんだよね、この子は。そうだよね、今できてるよね、これで。よし、で、上り、よいしょ、こっち来て、こっち来て、わかったぞ。で、そうです。で、この子をひ、あ、拾い、持っていくと。よし。あれ。あれ。よし。ほんで、これを持って、これどうやって折りんだろう。折り方教えて。折り方、どうやって折りんのこれ。これを持って、どっかから折りられたっけ？え？今度は折りれない。折りれないよ。え？から落とせたりするかな。あ、あ、ジャンプかい。ジャンプなんだ。よし。うわ、やっとこれで解けるよね。あれ？待って待って。あっちか。んで、ここに一個置く。ここに一個置く。で、この子を持っていく。よいしょ。もう一個、ここに置く。よし。これで、あそこに、OK。うわ、やっと。やっと開いたよ。よし。ここ。ある？なんもない。こっちもなんもないかな。よし、待ってね。暗号解読するけど、ちょっと待ってね。よし、じゃあ行きましょうか。暗号解読。
んなことになってしまってごめんなさい。ファンターさんにハビタスを起動するよう伝えて。ローザはアイザックを愛してたのかな。ローザ、ローザがいるのか、いたのか。これはキャシーが書いたやつなのかな。私、エースを見かけて後を追ってたら新しいホロを見つけた。ホロ、あ、マッカーサーはローザが打ち上げシーケンスを起動できないようラボスの機能を停止した。そしてコロニーへの酸素供給を止めたんだと思う。コロニーはアイザックも出てきたでしょ。ブリーチからラボスへの MPD 接続を再起動。ハビタスの打ち上げ準備をして夜になる前に出発する。アークビータは？ローザが死んだのならキャシー全員死んでる。生き残りがいたとしても私たちを殺そうとするだけ。ミッションは終わってない。こちらは一人かけ、ミッションに必要だった装備も失ってしまったわ。アークビータは重要だけれど動作するかもわからないのに、どこにあるかわからないものを捜索するリスクは負えないわ。だから今すぐ出発する。これは命令。命令。じゃあこのおチビはどうする。後ろを向いて。ASE ユニット63754-N 所有権異常月面評議会170544、アイザック・ヨハンセン。名前を言って。俺のライアン・デレイン。デレイニンって言うんだ。驚いたな。うん。アンテナをアークラボスに合わせて。